すみません、あのこれから屋根の方を点検させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中に入っていただいても結構なんで。あ、そうなんですか。ご自宅の中で、はい、あの見ていただいてよろしいでしょうか。あ、わかりました、はい、よろしくお願いいたします。はい。じゃあちょっと私もお邪魔してもよろしいですか。で今屋根の上に登りました。これ屋根の前景になりますね。屋根、ね、ほら、あ、前のお家、そう、前の家見えるね。すごいね、お家の屋根こうなってるんだよ。ちょっと屋根材の方をご説明したいと思います、はい、こちらの方は一般的に、スレート屋根材と呼ばれる屋根材ですね。おで、ちょっとですね、こちらあの指差したところ分かりますでしょうか。はい、なんだこれ、割れてる。こう亀裂のようなものが、ご覧になれるかと思うんですが、割れてるよ、本当だ、はい、はい、これ、屋根材のちょっと、まあ、クラックと申しましょうか、亀裂になりますね。こちらの下の方にもちょっとこちら、はい、ひび入ってますね。ひび入ってるのをご覧になれるかと思いますが、はい、あの屋根材にちょっと一部亀裂が発見されております。あら、今のなんかあの穴っていうか、なんかこう線が、はい、あの割れてるとこの右側にこうなんか、はい、屋根と屋根の間が空いてたんですけど、これは雨漏りとかするんですか。これなんか、なんかあの、あ、これはこれです。これなんですか、これ。これですか。はい。これはですね、屋根材と屋根材が、はい、こういうふうにあの仕上がる屋根材になってますので、このシート自体は全く、はい、雨が漏るとかそういうのはありませんので。よかったです。はい。ありがとうございます。なのであのちょっとご覧になれるかと思いますが、はい、あの等間隔でスリットが入ってるかと思います。スリット、これですね、こちらの。ああ、はいはいはい、スリットと呼ばれるところですね。はい、はい、スリットっていうんだ。スリット、ちょっと反対側に回りたいと思います。反対側に。この黒いやつ、これ何ですか。この角今映ってるんですけども、何ですか。屋根のなんか下の方にあるなんか金具みたいなやつが、はい、あ、これですか、なんか、はい、これなんですか、これ、はい、これです、これ、はい、はい、なんで、これ、こちらですね、はい、これなんですか、こちらはですね、雪止め金具と申しまして、はぁ、はい、これがついてることによって、はい、あの、落雪を防ぐことができる。じゃあ、大雪の、この間の大雪の時も、これがあるから、雪が積もんなかった、はい、素晴らしい、初めて見た、知ってた、兄ちゃん、うん。一応今すべての屋根を点検したところですが、はい、これからちょっと写真の方を撮影させていただきますので、はい、よろしくお願いします。下の方に置きますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、面白かったね。うーん、新幹線だ。いいね、屋根の上から新幹線見たいね。いいの、ね、見てみたい。ほら、ちょっとほら、ちょっとほら、ちょっと、あれ早いよ、ほら、ジンタ、ほら、早い早い、新幹線。いいな、屋根の上でここで寝そべって星とか見たら綺麗だろうな。パパの下、そうですか、ここ屋根の上からの景色ってすごいいいですよね。そうですよね、登ったことないし、でもこうやってテレビで見れるの嬉しいね。へえ。